皆さん、夏休みいかがお過ごしでしょうか。高一です。夏休みに帰省したり旅行したり、旅行とまでは行かないけどちょっとお出かけしたりして、写真を撮る機会が多くなってるのではないでしょうか。旅行のために最近カメラ買ったよって方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、写真を撮る上で一番重要と言っても過言ではない露出調整、つまり写真を撮る時の明るさ調整についてお話ししていきたいと思います。基礎的な内容になっていますので、初めて一眼カメラを購入するって方や、買ったはいいけど使い方がいまいちわからないって方を対象にしています。基本的な内容をおさらいしたいって方もぜひ最後までチェックしてみてください。この動画は3つのパートに分けて説明していきます。1つ目はスマホと一眼カメラの違い、2つ目は露出の3要素のシャッタースピード、絞り、ISO感度について、3つ目はおすすめの露出設定についてです。それでは早速いってみましょう。はじめにスマホと一眼カメラの違いについてお話していきます。カメラの露出調整をする手段には3つあります。シャッタースピード、絞り、ISO感度です。これらについては後で詳しく説明していきますが、そのうちの2つ、シャッタースピードと絞りを自分で自由に調整できるっていうのが、スマホと一眼カメラの大きな違いの一つです。厳密に言えば、スマホのアプリなんかを入れれば、スマホでもシャッタースピードや絞りを調整できますし、実は一眼カメラではなくてもコンデジなんかでもこれら2つは調整できます。ただ一眼カメラはこの2つが変えられるのが当たり前ですし、これらを変えて写真表現を楽しむのが一眼カメラの楽しさの一つだと思います。例えば夜にスマホで写真を撮ると、よくブレブレの写真になることがありますよね。あれは暗い中でも明るい写真を撮ろうとして、スマホが勝手にシャッタースピードを遅くしているから、ああいう被写体がブレた写真になります。あと一眼っぽい写真って背景がボケた写真をイメージする方が多いのではないでしょうか。もちろんそういう写真も撮れますし、逆に被写体だけでなく背景までしっかりピントの合った写真も撮れます。こんな感じでシャッタースピード、絞りを自由に調整できる点が一眼カメラがスマホと大きく違う点です。続いて露出の3要素のシャッタースピード、絞り、ISO感度について説明していきます。写真を撮る上で一番最初に身につけなければならないのが露出調整です。一番大切なんですけれども、シャッタースピードや絞りって馴染みがなくて難しいので、カメラ任せにして撮ってるって方もいるんじゃないかなって思います。そこで露出の3つの要素のシャッタースピード、絞り、ISO について順に説明していきます。露出の3要素っていうくらいなので、全て明るさを調整するためのカメラの仕組みです。まずシャッタースピードですけれども、光を取り込む時間のことです。ここに表示されているのがシャッタースピードです。これは10分の1にシャッタースピードを設定している例です。10分の1はもちろん 0.1 秒のことで、これを例えば感じで1000分の1にすると、これは 0.001 秒のことです。当然 0.1 秒間光を取り込んだ方が明るい写真になり、 0.001 秒だとその100分の1の明るさになってしまいます。じゃあ 0.1 秒に設定した方が明るくなっていいんじゃんって思うかもしれませんが、例えばお子さんとか愛犬の写真を撮るとき、お子さんとか愛犬って動き回っちゃいますよね。こういう被写体は 0.1 秒間止まってくれないことが多いので、被写体の動きに合わせてシャッタースピードを決めてあげないと被写体がブレた写真になってしまいます。通常はシャッタースピードは200分の1くらいに設定しておけばいいのですが、動きの速い被写体を撮影するときはその被写体の動きに合わせて設定してあげる必要があります。
例えばこの写真ですと1000分の1で撮影しました。これをシャッタースピードを遅くして撮影してしまうと被写体がブレてしまいます。逆にシャッタースピードを遅くするとこんな光の軌跡を描かせることもできます。シャッタースピードの設定一つでいろんな表現が可能なので、ぜひ持っているカメラでいろんなシャッタースピードに合わせて撮影してみてください。具体的にどんな設定をすればいいかについては、最後のおすすめの露出設定のパートで説明していきます。次に絞りについて説明していきます。絞りとはセンサーに入る光の量を調整するための仕組みのことで、レンズ内にある絞りバネでこれを行います。ちょっと分かりづらいんですけれども、中で円形の大きさが変わっているのが分かりますでしょうか。こんな感じで光を通す面積を調整するのが絞りです。例えば絞りを開いていって、これが F1.8 っていう状態です。絞りの値は F〇〇って言ったりもしますが、これは F1.8 に設定した状態で、このレンズで一番絞りを開いた状態です。絞りを開いていくと取り込む光の量が多くなるので写真は明るくなります。この状態のことを開放って言って、絞りを開放にするって感じで使います。逆に絞りを絞っていって、こんな感じで絞っていって、これが F22 に設定した状態で、このレンズで一番絞りを絞った状態です。絞りを絞っていくと取り込む光の量が少なくなるので暗い写真になっていきます。この絞りには明るさの調整以外にもう一つ重要な役割があります。それは絞りを変えることで背景のボケ感もコントロールできます。背景ボケに効いているのはレンズのこの中心を通る光ではなく、レンズの周辺部を通ってセンサーに入ってくる光なので、それを絞りを絞って入ってこなくすることで背景ボケの少ない写真になります。逆に言えば絞りを開放にすれば一番ボケた写真を撮ることができます。最後に ISO 感度についてですが、 ISO 感度はどれくらいカメラ内で写真を明るくする処理をするかというのを表した値です。例えば今シャッタースピードを1000分の1、F 値を 1.8、ISO 感度を3200に設定しています。これで ISO 感度をどんどん上げていくと、こんな感じで白飛び下絵になってしまいます。ISO 感度は上げると明るい写真になり、逆にこんな感じで下げていくと暗い写真になります。オートにすると、適正な ISO 感度にカメラが自動で設定してくれます。実際に光を取り込む量は変えていないのに、 ISO 感度を変えることで写真の明るさを変えることができます。じゃあシャッタースピードや絞りは固定で、 ISO 感度だけで露出調整すればいいじゃんってなるかもしれませんが、 ISO 感度は上げれば上げるほどノイズの多いザラザラっとした写真になってしまいます。なので ISO 感度は上げすぎには注意で、極力シャッタースピードや絞りで明るさ調整し、 ISO 感度を上げるのは最低限にしましょう。最後におすすめの露出設定を紹介していきます。おすすめはマニュアルモードで、 ISO 感度はオートっていうのがおすすめです。まずマニュアルモードについて解説します。マニュアルモードとは、先ほど説明した3つの露出設定を自分で設定するモードです。カメラによって設定方法が違うかもしれませんが、多くのカメラではカメラ上部についているこのダイヤルで露出設定の方法を切り替えることができます。このダイヤルを M に合わせるとマニュアルモードに設定できます。とは言っても3つもパラメーターがあったら設定が大変だと思いますので、 ISO 感度はオート設定にするのがおすすめです。自分でシャッタースピードと絞りを決めたら、最終的な明るさ調整はカメラが ISO 感度を調整することで自動でやってくれます。どんなカメラにも絶対に ISO 感度をオートする機能はあると思いますので、
取説を見ながら設定してみてください。キヤノンのカメラで ISO 感度をオートにするにはメニューから ISO 感度に関する設定を選び、 ISO 感度をオートに設定します。あるいは画面右下の ISO 感度をタップすると ISO 感度を切り替える画面が表示されるのでオートを選択します。あとはシャッタースピードは手ブレ防止のために200分の1以上に上げ、被写体がどのくらい動くかによって調整します。激しく動く被写体なら800分の1を目安にするといいと思います。一方絞りはどのくらい背景をぼかしたいかで決めます。思いっきりぼかしたいなら絞りは開放にし、景色や集合写真なんかでは後ろの方までピントを合わせたいと思いますので、そういった時には F8 くらいまで絞るのがいいと思います。今ご紹介したシャッタースピードや絞りの値はあくまで目安なので、いろいろ調整してみてください。あと ISO 感度に関する設定で重要な点がもう一つあります。 ISO 感度をオートにした場合にはカメラが設定する ISO 感度の上限を決めておくと便利です。暗い場面なのにシャッタースピードを速くしていたり絞りを絞ったりしていると ISO 感度がめちゃくちゃ上がりすぎていてザラザラとした写真になってしまうので、ISO 感度上限を設定しておくと、それ以上 ISO 感度が自動で上がらなくなるので、設定を見直すきっかけになります。あくまで自動で上がらなくなるってだけなので、手動で簡単に上げることができます。なので、上限設定は必ずしておきましょう。キヤノンのカメラで ISO 感度上限を設定するには、ISO 感度に関する設定でオートの範囲、こちらの上限値を入力しましょう。私は大抵のカメラでは3200に設定しています。いかがだったでしょうか。今回の動画では露出調整に関して基礎知識とおすすめ設定についてお話しさせていただきました。今後も写真撮影に関する動画をアップしていきたいと思っています。今回の動画が良かったなとか今後も期待してるよって思った方は高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。またチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。